けで本日はライダーハウスを先ほど予約しました。で、美瑛のライダーハウスなんですけど、ここがね、前からすごく行きたくてチェックしてたところなんですよ。何が面白いかと言いますと、それはね、行けばわかる、行けばわかるのよ。これはちょっと後で到着の時紹介するので、こうご期待っていう感じなんですけども、まあ、私が2年ちょっと前ぐらい日本一周の北海道旅をしていた時にはまだなくて、そのライダーハウス、最近できた新しいライダーハウスなんだけど、まあ面白いよもうとりあえず早く行けっていう感じなんですけども、それでは行ってみましょう。さあ、そろそろ到着でございます。すごい、これですよ。これ見るからに面白いでしょ。こんなすごー、これはすごいな。てなわけで到着しました、美瑛のライダーハウス岡の館。めっちゃ楽しみにしてたんです。すごいよねこれ。五右衛門風呂に入れたり、夕食もあるみたいなので、めちゃくちゃ楽しみです。というわけで、面白ライダーハウス編始まりよん。お、すごいすごい、これよいしょ、素晴らしい。美瑛の丘に囲まれたところにあって、景色も抜群ですね。ここになります。はい、おお、すごい、すごい。これ何のグッズなんですか。これはバットワイド。こんなの知れてる。コカ・コーラに比べたらこんなの知れてる。本当ですかね。記念館に行かないと。挟んでこっちがキャンプスペースなんだ。さあ、この日は800円で夕食を頼むことができるということでお願いしました。オーナーの渡辺さんお手製の、とにかく品数の多い、見てください、ものすごい量のお夕飯、全部ね新鮮なお野菜でとってもヘルシーです。これをね、一緒に宿泊している宿泊者さんと一緒に夜ご飯食卓を囲んで食べます。もう満腹でした。いや、お腹いっぱいになりました。そして見てください、なんと五右衛門風呂、手作りのお風呂があります。見て、ちゃんと炊かれてるの。じゃーん、こんな感じで普通にシャワーもありの、こっちはちょっとぬるめのお風呂もありますよと。そしてですね、この奥にはなんとサウナ室もあります。私暑いの苦手で、サウナね入ったことないんだけど、チャレンジしてみようかな、せっかくだから。今日こっち水風呂で、うわ暑そう、暑そうこんな感じ、なんかすごいね。それでは入浴。はい、おはようございます。日本一周おかわり旅8日目の朝です。昨日に引き続き美瑛にありますライダーハウス岡の館さんに滞在しています。本日はじゃーん、ご覧の通り天候が悪くてですね、雨が降る予報なので1日停滞しようと思います。で、まだまだ丘の館さんの中巡ってないところがあって、九州記念館とかもあるみたいなので、今日は作業に徹する日&中の散策をもうちょっとしたいと思います。さあ、そしてなんとですね、本日土曜日なんですけども、この丘の館さんの敷地内でお祭り、イベントみたいなことが行われているらしくて、なんか定期的にやってるらしいんですけど、地元の農産物メロンを売っていたり、本菓子焼き鳥とかをテントで出店のような感じで出していたり、主にね、地元の人が農産物買いに来たり、ここにご飯を食べに来て交流するみたいな場所になっているそうです。レアなのでね、イベントの様子も楽しみたいと思います。じゃあ1本、あ、はい、すぐ食べます。2本にしよう。食べます。すぐ食べます。焼き鳥&ポン菓子、うん、え、今日もう出発する予定だったんですか。ったんですけど無理でしょセロ、セロ250の、あ、かっこいい。え、ですよね、オレンジ珍しい。30周年のやつ、限定なんで、ほとんど株、色は株。いただきますお邪魔しまーす。じゃーん、メロン4分の1玉ですよね。
大きい。これで450円、最高ですね。ビニールですね。ハウス用のビニール担いできた。甘い。甘い。わ、トマトが出てきた。ありがとうございます。かわいいね。かわいい。インスタ映えよ。さあ、そしてここ岡の館にはもう一人管理人の方がいます。この宿泊施設の設備から何から、そしてこのたくさんのレトロなコレクション品、コカ・コーラ館の中の全ての備品、お風呂、五右衛門風呂、サウナに至るまで、この中のほとんど全てのものを自分自身で作り上げたという佐藤さんです。前の仕事を生かしてたくさんの設備を作っています。夏の間はここ岡の館に駐在して、みんなが楽しく過ごせる施設作りを趣味の一環として毎日毎日やってくれているとっても素敵なおじいちゃんです。この後私は連泊するんですが、とっても仲良くなりました。毎日お風呂を沸かしてくれるのはこの佐藤さんです。洗濯機です。洗濯機、はい、えぇ、ー、洗濯機です。手で回すんだ。そうですよ。この中に洗剤と洗濯物と水を入れる、うん、へぇ、蓋をロックしてこのまま入れます。あ、あ、なるほど。お、すごい。いろいろ使えるんだ。これがガラガラ。え、これ佐藤さんが赤ちゃんの時に使ってたやつ。違う。今で言う赤ちゃんのゆりかご。ゆりかご、うん、これに、これが閉じ物ね、うん、照明も中見てください。電球自体、あ、ほんとだ。電球がコーラの瓶だ。気づかなかった。え、すごい。とことんコカコーラだ。最初に決めてもらえなかった。うん、へえ。これはな、これハワイの売ってるコロコーラ。ハワイ限定。アルファでしょ。ほんとだ、うん、ハワイまで買いに行ったんですか。どうやって手に入れたの。新しいのもちゃんと集めてます。新しいのもこれ最近。ねえ、20のやつ。最新だよ。これなんか全部これカメラなんだよ。カメラ、うん、まだ現役で今でも使えるよ。あ、ほんとだ、レンズがある。映るんですみたいな感じか。そう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 。そしてじゃん、カメラ。あ、見える見える。あの、さっきの。あ、ほんとだ。これ2回振りの中に入ってる。そのまま入ってる。もう食べられなさそう、さすがに。そうだな、そんな勇気ないな。フォークヌードルとかあったの。そう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 。はえー、これ美味しいのかな。これも何本に作ってもらうね。おまけでもらえる。ここは30年以上これ連番で、うん、カレンダー、うん、うんうん、未使用カレンダー。なんか当時の俳優さんとか。あ、そうだ、ね、時代が、うんうんうん、パラソルだ。鈴鹿で刺してたやつ。じゃん、これは何でしたっけ。鈴鹿の、うん、そう、レースクイーンだから。弾いてる、弾いてる佐藤さんが。ヨーヨー？うわ、ヨーヨーとか懐かしい。なんか戻ってくるやつでしたっけ。え、危ない危ない。この日は意気投合した宿泊者さんたちとオーナー渡辺さん行きつけの美瑛の街中にあるお店へご飯を食べに行きました。雨だからと車を出してくださり、さらっとビールをおごって帰っていった渡辺さん、本当にありがとうございます。おじいちゃんの代から行きつけだという美瑛で一番古い歴史を持つ喫茶すずらん、現在は孫にあたる素敵なお姉さんが経営しているというとっても素敵な場所でした。はい、
はようございます。日本一周9日目の朝です。引き続き北海道美瑛のライダーハウス岡野館さんに停滞しております。本当ね、今日はこう格好を見てもらったら分かる通り一旦出たんですよ。今日はこの辺りの丘巡りをしようと思って、一度オープニング撮ったりなんやかんや撮影もして出発したんですけど、ちょっと雨雲レーダーとか予報にもないしっとりとした雨がずっと降り続いてて、ちょっとダメだこれと思ってもう帰ってきちゃいました。はい、なので今日撮ったデータはオクラ入りですね。というわけで引き続き、まあ、雨停滞という感じでここで一日過ごすことになりそうです。また今日も新しい宿泊者さんとの一期一会の交流を楽しんでいきたいと思います。わ、やったありがとうございます。もう雨にやられて帰ってきたから染みますね。今日もイベントやってくれててよかった。救いです。ちょっと停滞時間は Wi-Fi の使えるところに行ってアップロードとかいろいろしないといけないことがあるの で今、まあ、天気悪いけどそんな土砂降りっていう感じではないので美瑛の街中に出ようと思います。あ、実はですね、昨日の夜ちょっとこのイベントの関係で昨日はお食事が用意できなかったから、街中に飲みに行くんだったらおすすめのお店があるから送ってくよということでオーナーさんが車出してくれて、でおすすめで紹介してもらったスズランっていう喫茶店があるんですけど、まあ、昼のカフェ営業もやってて夜も飲めるみたいなところ紹介してもらって、で何人か宿泊者さんたちと一緒に飲みに行ったんですよね。でそこがすごくいい場所 でオーナーさんも送ってくれるし、ビールもおごってくれ、何本かおごってくれるしっていう感じでよくしてもらって、若い女性の美人のお姉さんがおじいちゃんの代からやっている一番美瑛で古い喫茶店なんですけど、それを引き継いで3代目として切り盛りしてるんですよ。でお姉さんにもすごいよくしてもらって、飲んだ後またこのオーナーのお姉さんがね、宿まで送り届けてくれて、車でもう本当にお世話になったので、せっかくだからランチを食べに行こうかと思います。 Wi-Fi あるみたいで来ていいよって言ってくれたのでお邪魔させていただこうかなと。夜のねご飯もすごい美味しかったからランチメニューもちらっと見たんだけど、うわこれめちゃくちゃ美味しそう、食べたいって昨日思ったので、いい機会なので食べに行きたいと思います。わー、この何でもない道中も素晴らしいね。天気悪いけどやっぱ丘がいいよ、素晴らしい。この辺やっぱ名所がいっぱいあるから日中もライダーさんとか観光の車でたくさんうろうろしてますね。ほんじゃスズランに行ってきます。よし、めっちゃ美味しかった。すっごいお腹いっぱいになりました。美瑛牛を使ったハンバーグでしたからね、いいよね。ありがとうございました。喫茶スズランさん本当にお世話になった。ご飯食べてる時に教えてもらったんですけど、お姉さんに今日はお祭りがあるらしいんですよ、この辺りで。大きい松明を何十本も持って、なんかこう街の中を練り歩いて最後神社の境内に入っていくっていう、なんか年に一度のそういうお祭りがあるみたいで、せっかくだから今日また夜その時間になったらこっち来ようかなと思います。全然私調べてる段階ではそういう情報知らなかったんでよかったです。合流しておくとこういうところで情報交換できるからいいですね。あ、美瑛駅です。かなり古い建物みたいなんだけどすごく綺麗ですよね。ですごい走ってて思ったんですけど、美瑛の街中すごく綺麗じゃないですか。整っててなんか美しい。なんでかなって思ったら電線がないんですよね、基本的に。ここあるね。ここあるけど、でなんかそういう街の景観条例みたいなので決まってるらしくて、電線を地中に埋めているらしいです。そういう風にして景観づくりにも力を入れているので美しい街並みが保たれているということでした。じゃん、今日は早い時間に一番風呂です。やったね。ちなみに五右衛門風呂こっちだけじゃなくて向こう側にもちょっとぬるめのやつを作ってくれました。やったぜ。そして今日は、ね、サウナにもチャレンジしようと思います。あのね、
そのいつも五右衛門風呂をちゃんと炊いて入れてくれるスタッフさん、コーラ感の収集されてる方なんですけど、サウナハットを貸していただいてちょっと挑戦しようと思います。高温だからカメラ中に持ち込めないと思うんだけど、サウナから水風呂に入りの、この景色を眺めながら体を冷やし、っていうか寒いからさ、水風呂入らんでもすっごい冷えると思うんだよね。というわけで入浴、あっちあっち、あれロウリュであれね、これをこの石にかけると上がるわけですね。ドシャーって、きついですね。きついけど思ったよりなんか耐えられそうだな。上がりすぎたら無理やと思うけど、あっちぃ。最近なんか流行ってるらしいけんね。ふう、この帽子を目のところまで深くかぶると楽らしいよ。熱い、熱々でも。あっちぃ、あっちぃこれ。みんなようこんなんさ、我慢大会みたいなできるよな。五右衛門風呂もね、あちあちでしたね。でも最高だと思う。と外と交互に入ったら、あー、なんかハマる気持ちもなんとなくわかりますね。まだ初心者なんで、すごい短い時間で出入りしたいと思います。ちょっと待って、ちょっと待って、お風呂上がったら知ってる人が来たんですけど、やっほー。でも私まだ動画出してないから見てる人は分かんないかもしれないんですけども、私がたまにやってる企画で日本一周旅人に質問してみたコーナーで最近取材をさせてもらったりなちゃんっていうライダーさんです。どうも。まだ出してないんだフライング福岡でね、取材させてもらったんですけど、なんと北海道で再会しました。しました。すごい、うわ、相変わらずすごいね、荷物量がこれはやばいね、まあ、詳しくはもうちょっと後に出ます。はい、はい、やった。女の子が今日もう一人いるもんね。この横のバイクの方も女性見てですね、は初めてです女性がやってきたのが、もうなんか3連泊目でずっと一人だったからよかった、今日は楽しい夜になりそう。イエイ女子ズで祭り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 運転ありがとうございます。ありがとうございます。気をつけて。近所の男の子も参戦おそろだね。カービー持っとるやん。あ、すげえ。何かついてたすごい、釣りどうでしたか？めちゃめちゃ楽しかったです。ねえ、来てよかったね。良かったですね。素晴らしい。久々のお祭り楽しかったな。なんか帰るの寂しくなっちゃう。いや、なんか虚しくなります。祭りの後。そんなわけで、雨で思うようにバイクに乗れない数日でしたが、他の館で過ごす時間が毎日楽しかったのでオールオッケー。なんとこの後ここに9連泊もしてしまったのでした。動画には残していないけど、ここで過ごす10日間の間に数年ぶりに再会した旅人仲間、この間九州で出会った旅人たち、
たまたまやってきた友達まで、たくさんの奇跡と、そして新たに出会うライダーさんたちと、一期一会の出会い、濃い話をたくさんすることができました。北海道のライダーハウスといえば二輪、徒歩限定などとしているところが多いですが、ここは車の宿泊者さんも受け入れています。ただしキャンピングカーなどの車中泊ができるようなものは除きます。この素敵な空間は利益度外視でとにかく喜ぶ顔が見たいという管理人の方々のおもてなしの心、お手伝いに来る近所の方々、そして泊まりに来る我々ライダーたちのマナー、みんなの思いやりで成り立っています。利用される皆さんは感謝の気持ちを忘れずに楽しいひとときを過ごしに来てくださいね。というわけで次回からは美瑛を拠点としてたくさんの美しい場所を走り回ります。お楽しみに。